amigos, ¿cómo estás? Ole, ole, el verano. Me gusta el verano porque me gusta el calor, el sol y la atmósfera del verano. ¿A ti te gusta o no? ¿Y tienes un plan para unas vacaciones? Ahora es difícil de viajar, pero vamos a disfrutar el verano en casa o cerca. みなさんこんばんは、ちえみです。8月ですね。早いですね。もう8月です。この収録をしているのはまだ7月なので、放送される頃どんな天候かはわからないのですが、どうかな、暑いのかな、涼しいのかな、どうなっているんでしょうかね。まあ、この時期子供さんが夏休みで、ちょっと疲れるわというお父さんお母さんもいらっしゃるかと思うのですが、まあまあこのラジオでどうぞどうぞのんびりしていただければと思います。さて今回のテーマは夏です。今月は趣向を変えて夏というテーマでね、8月いっぱい夏というテーマで切り口を変えてお話をしてみようかなと思っています。今回はどんなお話になるでしょうか。それでは参りましょう。 Vamos a empezar. Hola amigos.夏をテーマにお送りしているオラアミーゴスですが、今月は再放送を除くと3回放送があるんです。その3回とも夏というテーマでそれぞれお送りしていこうと思っています。今回はその第1回目、ざっくりと夏を語ってみたいと思うんですが、皆さんは夏というと何を思い出しますか？私はいろいろあるんですけれども、そのうちの一つが麦茶です。今はペットボトルで一年中買えますけど、昔は煮出して入れてたんですよね。煮出した後冷蔵庫で冷やしたので飲むまでに時間がかかるんです。その間待ち遠しかったですね。煮出した麦茶は香ばしい香りがして美味しいんです。そしてそこに砂糖を入れるのが好きでした。窓を全開にして心地よい風に当たりながら時間をかけて作った麦茶を飲む。近所の家から甲子園の野球中継の音が聞こえてきたり、今では考えられない贅沢ですね。川越の皆さんが感じる夏と
千葉に住んでいる私が感じる夏はもしかしたら少し違うかもしれませんね。千葉の方が若干南に位置していますが、暑さで言うと海に囲まれた千葉の方が少し涼しいかもしれません。それから以前お話ししたかと思うんですが、風向きで海の潮の匂いがするんです。我が家から車で15分から20分ぐらいのところに海があるんですけど、東京湾ですね。そこから風に乗って潮の匂いがしてくるんです。潮の匂いというのはしょっぱいとか塩を感じる匂いではなくて磯の匂いなんですけど、ほんの少し甘い感じがするというか、懐かしい青春時代の香りなんです。この潮の匂いの成分調べてみたんですが、あの匂いの原因はなんとプランクトンの死骸とか魚の腐敗臭なんだそうです。聞いちゃうとあーって感じですよね。以前オーストラリアのシドニーに行った時に、海があるのに海の匂いがしないなと思ったんですね。どうやらこれは川が関係しているようです。日本って短くて急な川が多くて、山や森林から植物性のプランクトンが海に流れ出して、それを餌とする動物プランクトンが増え、またそれを餌にしている魚が増える。そして増えたプランクトンや魚が生き返るとあの匂いになるというわけなんだそうです。ああそうなんだ、ちょっとショックでした。でもね、どこかからこう帰ってきて千葉駅に着くとですね、やっぱり海の匂いがするんですね。そうするとなんかこう、ああ帰ってきたんだなっていう、ちょっとほっとした感じもします。またこの潮の匂いって幼い頃、それから青春時代、楽しかった思い出、そういうのを思い出すような香りでもあります。川越の皆さんはいかがですか？そういう何か季節を感じるような、夏を感じるような香り、そういうものあるでしょうか？ぜひぜひお聞かせくださいませ。お送りした曲は山下達郎さんで高気圧ガールでした。夏といえばセミ。虫は苦手なんですが、セミの鳴き声を聞くと夏が来たなぁと思います。セミの鳴き声って言ってしまうのも変ですよね。人間をはじめ動物が喉で音を出すのと違って、セミはお腹のあたりに発音器というものがあって、これと他の器官をうまく使って音を鳴らしてるんだそうです。虫に詳しくないので、この放送のためにセミの鳴き声を確認してみたんですが、種類ごとに全然違う音を出すんですよね。このあたりで聞くのはアブラゼミ、ニーニーゼミ、ミンミンゼミ、ヒグラシ、つくつく帽子ですね。セミって早朝、夕方、日中という感じで、夜ではないよねって思ってたんですけれども、だいぶ前のことなんですけどね、夜都内の街灯が明るいところを車で走っていたら、なんとセミの鳴き声が聞こえてびっくりしました。
あれはクマセミだったかなと思うんですが、かなり大量のセミが盛大に鳴いていて、ああ時間ではなくて明るさなんだなと思いました。でもやっぱり夜にセミが鳴いてるとちょっと異様な感じがします。セミに限らず夏は虫の鳴き声が結構聞こえてきますよね。秋ほどではないですけど、例えば夜とかね、子供の頃父がよく花火を買ってきてくれまして、お庭で遊ぶんですけど、綺麗だなっていうのとこうちょっと怖い感じですかね。例えばピストルの形の花火、あれはバチバチ音がしたり、熱い思いをしないかなとか、子供ながらにいろんなことを思いながら遊んでました。花火独特の煙臭い匂いと、花火が消えた後に虫の鳴き声が聞こえてきて、あー夏休みという感じですよね。最後に線香花火をやるんですけれども、揺らしちゃうと綺麗に咲かないんですよね。じっと揺れないように持ってるとね、もみじみたいな綺麗な柄が出て、パチ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 ってかね、見てると不思議な感じがしませんか。いろいろ思い出してると、自分の成長によって季節の過ごし方や感じ方が変わってくるんだなと思います。2曲目も山下達郎さんです。踊ろうよフィッシュ。Estamos escuchando FM Radio 川越 88.7 MHz。 お聞きいただいているのはラジオ川越 88.7 MHz です。 Empezamos el tema siguiente。 一年のうちで夏というのは思い出を作りやすい季節だと思います。思い出を作りやすいというよりは、思い出が勝手にできてしまうという感じでしょうか。特に子供の頃は夏は特別だった気がします。暑い中じっと座って受ける授業や、炎天下の中の体育、そして部活動の合宿がありました。プールや海水浴、登山などのアクティビティ、花火やお祭りなどのイベント、たくさんの人の笑い声や季節ならではの音。日本の夏は短く、その短い夏を謳歌するように過ごしてきました。この数年で夏の暑さが異常になり、日中外に出ないことが増えて、あの夏の活気が失われてきているような気がします。子供の頃はどの家庭も扇風機だけ、あとは自然の風で十分過ごすことができました。これは自然環境の変化のせいなのでしょうか。皆家に閉じこもってクーラーをかけているせいか、子供の声や家族の団らんの声、近所のテレビの音や生活音も聞こえなくなりました。夏が静かなものになりました。せっかくの短い夏にもかかわらず、コロナ禍で人同士が触れ合う機会が減っていて、ますます静かな夏になるように思います。せめてちょっとぐらい汗をかきたい、ちょっとぐらいはしゃぎたい、もっと夏らしさを感じたいと思うのは、
きっと私だけではないと思います。もう少しの我慢、きっと来年キラキラした夏が戻ってくる、そう信じたいですね。ミオピニオン。日本の良いところは四季がはっきりしているところだと言われます。諸外国に比べたら確かにそうなのかもしれませんが、気候の変化や食べ物の旬が以前と異なっているのではと感じる方は多いのではないでしょうか。夏にしか食べられなかったトウモロコシ、スイカ、ミョウガなどたくさんの野菜も今では一年中食べることができます。季節外れに採れた野菜は縁起が悪いと聞いたことがありますが、もうそんな話をする人はいませんね。便利な生活を手に入れてしまった私たち、私もその恩恵に預かりながら、一方では環境のためにこれでいいのかなと若干の罪悪感を覚えます。今ではどの家庭にもクーラーがあり、少し前までは環境のためにクーラーの温度は控えめにしたり消したりするように推奨されていたのが、近年の異常な暑さでむしろ積極的に利用するように言われています。そして逆にその季節にしか味わえない味がどんなに贅沢なものなのか。夏は暑く冬は寒い、その季節の変化を感じることがどんなに素敵なことなのか、そんなことも考えます。決して快適ではなかったであろう昔の人々、季節とともに生きていた時代はある意味豊かであったのかもしれません。この番組では皆さんのコメントやリクエストを募集しております。ツイッターでお寄せください。アカウントはアットマーク FM オーラアミーゴス、アットマーク FMHOLAAMIGOS。 お寄せいただいたコメントなどは番組でご紹介することもございます。またこの番組を応援してくださるスポンサー様も募集しております。こちらもツイッターでお問い合わせください。そしてこの番組と連動して番組の YouTube やブログがスタートしております。更新情報などはツイッターでお知らせしております。ぜひフォローしてください。オラアミーゴス、テーマは夏その1でした。今回は夏を感じてみるというか、夏ってこんなんだったよねということを中心にお話ししてみたのですが、いかがでしたでしょうか。私は夏のギラギラした太陽が好きで、暑いんですけど元気が出るんです。最近は暑すぎて
夏は辛いという方も多いと思うのですが、夏バテをしないように上手に夏とお付き合いくださいね。今回の放送では、私が住む千葉の夏、私が思う夏をお話ししたんですけれども、皆さんが感じておられる夏、皆さんがお住まいの地域の夏はいかがでしょうか。ぜひぜひご意見ご感想などお寄せください。次回も引き続き夏をテーマにお送りいたします。それでは良い夏をお過ごしください。お聞きいただきましてありがとうございました。お相手は私ちえみでした。 Muchas gracias y buenas noches.